10キロ痩せた私がやめた10のことをお伝えしていきます。ダイエットの成功の鍵は何か。それは腸内環境を整えることなんですね。そのために私が取り組んだ、やめた10のことを今から一つずつあなたにお伝えしていくことで、あなたが健康的に綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ最後までご覧くださいね。では早速一つ目参りましょう。こちらです。白い食べ物をやめたです。でこれは何かと言いますと、例えば白米であったり、白い精製された小麦でできたパンであったり、白いうどんですね。こういった、白い食べ物を私はやめたんです。その結果も痩せることができたんですね。では具体的にそれに代わるもの、どんなものを摂っているかと言いますと、白米よりも玄米、うどんよりもそば、白いパンよりも全粒粉のパン、要は茶色い食べ物に置き換えていったんですね。でなぜこの白い食べ物がその腸内環境を悪くして、太ってしまうのかという理由なんですけれども、それはやはりその血糖値をですね、その急上昇させてしまう食べ物が、この白い食べ物の特徴なんですね。その結果あなたがそのこういった白い食べ物を食べてしまうと、脂肪をですね溜め込みやすくなってしまうんですね。で逆に先ほどお伝えした茶色い食べ物は低 GI 食品といって、その血糖値を緩やかにこう上昇させてくれる食べ物ですから、その結果こう脂肪を溜め込みにくくすることができるわけなんです。プラスその消化にも負担をかけませんから、特にあの白い小麦はですね、あの成分でグルテンというあの、成分がですね腸壁にこうベタッと張り付いてしまって、その腸内でその、アレルギー反応を起こすと言われているんですね。でプラスすごくね消化に負担をかけるんです。で私もこうたまにこうお付き合いとか外食でこういったものを口にすることもまれにあるんですけれども、もうとにかくそういったものを食べた後も眠たくて眠たくてしょうがないんですね。でいつまでもこの胃のあたり、お腹のあたりにこうとどまってる感覚っていうのがやっぱりね、こう慣れてくるとあるんですよね。わかるんです。それがそれぐらいやはり白い食べ物というのは、その取りすぎてしまうと、いろんな意味で腸内環境に負担をかけ脂肪を溜め込みやすくし、結果太ってしまうことになりますから、私はこの白い食べ物をやめているわけなんです。では2つ目いってみましょう。間食です。さああなたはいかがですか。間食ついついこう口寂しくてってね、すごくその気持ち分かります。なぜかというと、私も過去もうとにかくもう間食しない日はないっていうか、でももうとにかくそのダラ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 食べてたんですね。それは原因は一つはストレスだったわけです。もうとにかく食べないともう気が済まないんですよね。で結果その間食してしまうとですね、もちろん太ります。それは別名デブホルモンと言われるインスリンというホルモンがですね、どんな食べ物を食べても必ず出る、分泌されてしまうわけです。そのホルモンを出すたんびにあなたの体重設定をですね、こう増やしていくというその恐ろしい結果になっていってしまうんですね。ですからそんなに食べてもないのに量はですよ、ただその口に運ぶ回数が多い方っていうのは太りますよ。なぜかというと今お伝えしたそのインスリンが出てしまうからなんですね。では逆にじゃあ私はどうしているかと言いますと、その間食に食べているようなおやつですよね。今私のおやつはドライフルーツであったり、素焼きのナッツであったり、手作りヨーグルトだったりですね、こういった腸内環境に良いおやついただいているんですけども、これを間食では食べないんですね。でいつ食べてるかというと、もうご飯のおかずの一部とみなしてですね、必ずご飯の時間と一緒にもうね食べてしまうんです。そのことで、その食事の食べ過ぎ防止にもなりますし、おやつもこう我慢我慢じゃやっぱりストレスになるじゃないですか。そういった時にもやはりですね、その間食として食べずに、おやつはもうご飯の一部としてセットで朝昼晩ともう必ずその時間に食べて、間ではもう入れない、食前食後にはもう全く入れないようにするだけで本当に痩せますよ。私のクライアントの方もですね、先生からそれを聞いて4ヶ月ね
完食しなかったんですよ。そしたら4キロ痩せたっておっしゃってたんですね。それだけで今までと同じも食べててもその完食にしなかっただけでその方はですね4キロも痩せたっておっしゃってたんですね。すごく嬉しかったです。それぐらい完食というのは太ります。ですからただ全部そのカットってつらいので食事と一緒に取ってしまいましょうということでアドバイスでした。では3つ目いきましょうね。食品添加物をやめたです。でこれはですね残念ながら日本はこういった食品添加物をこうちゃんと表示する義務がまあ緩いのでこちら消費者がですねやっぱ賢くならないと気がつかない間にこうどんどんやっぱり体内に入れてしまっているわけなんですね。で私はこういったこう食品添加物もやめたって気をつけてもう毎回原材料をチェックしてですね食材買っているんですけれども、ただやっぱり知らず知らずのうちに取ることってあるんですよね。その時に私はファスティングという方法で3ヶ月に1回のペースでそのデトックスする方法があるのでそちらを行っているんです。これはもう本当におすすめのダイエット法なんですよね。でこのファスティングまたはファスティングに限らずその腸活にご興味ある方はですね直接私に LINE に登録されてどんどんご相談されています。詳細欄にリンク貼っておりますからもしあなたも直接住川先生に聞いてみたいということであれば遠慮なくご相談くださいね。そして、食品添加物の話に戻りますと代表的なのは調味料括弧アミノ酸などと書いてあるもの。これはですねアミノ酸って書いてあるからこうなんとなく体に良さそうだなって一瞬思ってしまいがちなんですがこれ人工の化学調味料ですから気をつけてくださいね。これを取りすぎてしまうともう本当にアルツハイマーになったりとかうつ病になったりこう顔が赤くなって湿疹が出たりとかそういった事例も出てますからもう本当にここ気をつけていただきたいんですね。で過去私もこういったのを気にせずに食べていた時代があってもうその結果もひどい体調不良になりました。もう顔の湿疹がひどくてですねもう別動画でもいろいろお伝えはしてるんですけど もうとにかくもう非常に心も体もつらいね状態にまあなってしまった経験がありますからもう声を大にしてお伝えしたいです。でこの食品添加物を取ってしまうまたデメリットは腸内環境に負担をかけるということもありますがあなたの肝臓にも非常に負担をかけてしまう食べ物なんですよね。そうするとあなたの肝臓が弱ってしまうとデトックスができない。で結果血液が汚れていくということでもうどんどんデブ体質になってしまうんですよ。もちろん体を壊すというのもありますけれども、もうどんなにあなたが食事制限を頑張ったとしてもどんなにもきつい運動を頑張ったとしてもあなたの肝臓が弱ってしまうものを取るまたはこのことで結果その腸内環境を汚してしまうことになると、出ぶきが増えてしまうわけですからもう全然そのダイエットがですね、成功しないわけです。ですからあなたも食品を買われるときは裏の原材料をチェックしていただいてまずはその、調味料括弧アミノ酸などと書いてあるのがもうほとんど入ってますからなかなか入ってないの選ぶの難しいと思うんですけどももうできる限り取らないようにお伝えしたいと思います。結果あなたはダイエットに成功することができます。では4つ目、甘いお菓子と甘い飲み物をやめました。これもですねやっぱりやめるの結構ね大変ですよね。なかなかやっぱりストレスがある時ってやめられないんですよね。で過去私もこの甘いお菓子と甘いのにもうとにかく毎日朝昼晩取っていたんですよね。その結果どうなったかというともうお伝えした通り、太っていく肌荒れがひどくてもう人前出れない状態になったってもうその動けない状態になってしまったんですよね。でもうズバリ白砂糖中毒だったわけです。でこの白砂糖が一番やっぱりダイエットの敵なんですよね。白砂糖というのは中毒性がありますから一度その食べ始めてしまうとですねこうなかなかやっぱりご自分の意思ではこうやめることができないんですよね。ただ方法としましてはこういったものがこう必要なくなるようなお食事をしっかりやっぱり栄養をとることです。栄養をとることですから私が別動画でももう再三お伝えしています通り腸内環境が整う美味しいお食事をやっぱしっかり召し上がっていただければそうですねまずそのお腹が空かなくなるんですよね。お腹が空かなくなる。で先ほどお伝えしたその血糖値を急上昇しないのでこう満腹感が続くわけです。でしかも痩せ菌と呼ばれる善玉菌を増やすことができますからそういったお食事をしっかりとれば
こういったそのデブ菌と呼ばれる悪玉菌が好むようなものをですね、だんだん欲しくなくなる味覚に生まれ変わることができるんですね。まあ、その手取り早い方法がまあファスティングとかプチ断食、まあ、断食なんですけれども、まあ、それはご自分でこうされるのはちょっと危ないですから、私の動画を参考にしていただいたり私にご相談ください。そして5つ目、マーガリンをやめました。でこれはマーガリンにまあ限らず、そのトランス脂肪酸が入っている油をやめたという意味なんですけれども、サラダ油とかもそうですよね。そういったその質の悪い油も一切取るのでやめました。確かにお得なんですよね。お得なんですけれども、わざわざその太るような体を壊すような油を取るのはお金を払う必要ないなと思ってスパッとねやめたんですね。でじゃあ代わりに何を使ってるかと言いますと、マーガリンの代わりにバターです。バターはですね、実は痩せる油なんですよ。別動画でもお伝えしてますから、ご参考にされてくださいね。でまたサラダ油もやめました。でその代わりに私が何を使っているかというと、今自宅にある油はですね、オリーブオイルです。調理用で使うのも全部オリーブオイルですね。であとその痩せる、その健康的に腸内環境を整えるための油は、アマニ油であったりとか、エゴマ油、エゴマ油であったり、MCT オイルですね。こういったオイルをいろんな食材にこうちょっとちょい足ししてかけて食べてます。そうすることで腸内環境が整って脂肪が燃焼されて、結果その痩せやすくなる。なので今もこういった体型をキープできているのは、そういった良質の油を食べているからなんです。では6つ目いきましょう。冷たい飲み物をやめましたです。で私はですね、もう過去その真っ赤から氷を入れたアイスコーヒーとかですね、もう白砂糖とっぱり入れたような、もう平気で飲んでたんですよね。毎朝そのアイスコーヒー、ミルク、お砂糖たっぷり、しかも白い真っ白いこんな分厚い厚切りの食パンにジャムたっぷり、甘いゼリーみたいな、そんなメニューをですね、こう毎朝食べてたんですよね。そりゃ太るわっていうね話なんですけれども、もう今はですね、その冷たい飲み物、まあ、アイスコーヒーとかですね、もう一切飲まないですね。せめて常温プラス温かいもので飲んでます。でどうしてもその冷たい飲み物を飲む機会ってあると思うんですけれども、そのやっぱりさっとその後温かい飲み物を飲んで中和させたりしています。でなぜこの冷たい飲み物を飲んだら太ってしまうのかっていう理由があるんですが、あなたの腸が冷えてしまうからなんですね。で結果その腸が冷えてしまうと腸が動かなくなっていくんですよね。するとそのデブ菌と呼ばれる悪玉菌が増えてしまって、結果そのデブ体質にこう行ってしまう、悪いスパイラルに入ってしまうわけです。で体も冷えますから、要はその代謝が落ちてしまって脂肪を燃やすこともできなくなってしまうんですね。もう特に女性は冷えは大敵ですよ。いろんな面で体調不良出ます。私の整体サロンにお越しのクライアントの方も、お体を冷やしている方っていうのもあちこち不調がもう出てる方多いです。頭痛であったり腰痛、それからまた生理痛とかですね、こう原因不明のそのイライラですとか、もうそういったの全部その体の冷えから来てますから、私はとにかく冷えを取りましょうねということで、もう必ずですね、こう冷え改善のアドバイスをするんです。それぐらい冷えってね良くない、体調不良にも良くないし、結果太ってしまいますからね。ですのでおすすめは、そのどうしても冷たいもの飲んでしまった時はさっとその後常温や温かい飲み物で中和すること、で極力、まあ、せめて氷などは入れないようにしましょうということです。では7番目いきます。睡眠不足をやめましたですね。もうこれはですね、もうマストですよね。とにかく寝れてない方は太りますよ。もう最低でもやっぱり6、本当はね痩せるね睡眠時間で7時間って言われてるんですよ。7時間寝れば痩せられるんです。それ以下になるとどうしても太ってしまうんですよね。でなぜかというと、そのあなたの腸がですね、寝ている間に一番動いてくれるからなんです。寝ている間は副交感神経といって、そのリラックスする神経が優位になっていますから、その時にやっぱり腸がね動いてくれる。そうするとあなたの腸内環境が整って痩せ菌が増えて、どんどん痩せ体質になることができるんですが、
逆に睡眠が短い方っていうのはもう全然腸が休まらない、しかも動かないわけですから、悪玉菌と呼ばれるそのデブ菌はもうどんどん元気になってしまうわけですよね。で結果どんな努力をしても根本ができていらっしゃらないわけですから、何を頑張っても長期的にその痩せることができなくなってしまうんですよ。ですからもうとにかく睡眠大事です。もう本当にあの命に関わることじゃなければですね、もう明日でいいやって、もうやめてしまいませんかっていうことですね。私も結構ストイックに、あれもしなきゃこれもしなきゃ寝れないって、もうあちこちね毎日こう頑張っているんですよね。ただふとね、あもうやめよう、別にこれしなくてもいい、明日でいいやってね、もういいんです、もうスパッとそこはやめる。そして睡眠をとってあげれば、結果やりたかったことがパフォーマンス上がってできちゃうんですよ、短時間で。あこれでいいんだなって思いました。ですからあなたも、 もう何もかもね、10しないといけないこと10頑張らなくてもいいんですよ。ガバッとも減らしていただいて、その代わりしっかり寝るこの時間、その代わりそのできなかったことをパフォーマンス上げて一気にお出来になりますから、もうとにかく睡眠時間はベストは7時間です。痩せたければ7時間、どうしても取れない方はやっぱ最低6時間は取っていただきたいなと思います。5時間以下も危険ですよ、やめましょう。では8番目、シャワーだけでお風呂を済ませるのをやめましたです。これはですね本当に良くないんですよね。なぜかというと体が温まらないからなんです。でその体って言ってもですね、そのあなたの腸内臓がシャワーでは温まらないんですね。でそれはまずいんです、太ってしまう。それで、まあ、例えて言うならシャワーだとですね、例えばフライパンでお肉を焼きます、ジュッジュッとこうね両面でも中はレアなまま、でその中のレアのがあなたの内臓です。シャワーですと表面は温まるんですけれども、あなたの内臓はもう生のまま、もうキンキンに冷えたまんまなんですね。そうするとやっぱり腸が動かない、良くないんですよ、デブ菌が増えてしまう。で逆にコトコトじっくり時間をかけて煮物を炊いたらいかがですか。こう中までしっかり火が通って、こうホクホクの里芋とかお野菜美味しいじゃないですか、まあ、お肉もそうですよね。その状態がしっかり湯船に浸かることなんです。なので私はもう必ず毎晩、もうどんなに暑い夏の日もですね、ぬるめの、そういう時ぬるめでゆっくりとやっぱりね半身浴して、しっかり汗かいて内臓を温めていくんですね。もう全然違いますよ。私本当これはですね、あの1年間オーストラリアに、まあ、暮らしてたことがあるんですけれども、その時やっぱりねお風呂にためて入らなかったんですね。もう毎日毎日シャワーだったんですね。まあ太りましたね、すごく太りました。まあ他にも原因あったんですけどね、シャワーだけじゃなくって、まあ、体が冷えてたり食べ物が悪かったり睡眠不足だったり無茶したりとかですね、まあ、そういったことで、まあ、その時期もですね本当にちょっと実家に戻ってその時代の写真撮ってくるかなと思ってるんですけども、ちょっといつか皆様にもお見せできればと思うんですが、まあまあパンパンです。まあ、それぐらいですねシャワーだけで済ませるっていうのはすごく内臓を冷やしてしまって良くない、結果太ってしまいますから、必ず湯船に最低10分ぐらいは使って、ちゃんと中までコトコト煮物で火が通るようにしてあげてくださいね。では9番目、これは良くないなと思って食べるのをやめたです。今まで私散々言いましたね、これは良くないこれは良くないって。でも外食であったりお呼ばれしたりお付き合いだったり食べることってありますよね。自分では守りたいと思ってるルールもそんなね完璧にできる、一生できるなんてやっぱりどなたもできないと思うんですよね。だって一人で生きてるわけじゃありませんから。でその時にですね、あこれ食べたくないなとか、これ体に悪いなとか思って食べるのやめることにしたんです。その時はじゃあ私どうしてるかというと、ありがとうございますって、美味しくいただきますって食べます。そうしないとですね、例えばあなたがあこれ食べたら太るなと思いながらでもついついやめなく食べちゃうとか、これ体に悪いのになと思いながら食べると本当に悪いんですよ。で本当に太っちゃうんです。なぜかというと脳が認識するから、あそうなんですね、これを食べたら太るんですね、これを食べたら体に悪いんですね。もちろん悪くて太るんですよ、でもそう思いながら食べたら本当にそういったこう作用がですね加速してしまうんですよね。それぐらい脳ってやっぱり素直なんですよ。
思った通りになるんです。ですから私はそういう時にはありがとうございます、美味しいです、ごちそうさまでしたにするんです。すると本当にね、負担がない、要はストレスがかからないわけです。ですから私良くないと思う食べるのをやめてます。感謝していただいてます。そして10番目、マイナス思考やめましたです。でこれはですね、まあ、先ほどの9番とつながるお話ですけれども、ダメだダメだとか良くないとか太るとかね、そういうふうに思ってると本当にそうなるんですよ。でもやっぱりその自分の感情ってコントロールできませんよね。だって嫌なものは嫌ですし、悲しい時は悲しいですし、嫌なものは嫌じゃないですか。その時にですね、コントロールする方法があるんです。私はどうしてるかというと、こう自分はこれができなかったとか嫌だって思ってしまう、それは仕方がない。でも思いというかね、考え、思考は、感情はコントロールできないけれども、思考はコントロールできるんです。それの方法があるんです。言葉の力を使うんですね。それはそうダメだと思ってしまっても、いや大丈夫って、ね、パッと切り替えるんですよ。あ、ダメだと思い始めた時に、いや大丈夫ってね、こうパッと切り替えるんです。その時に私が唱える言葉があります。それは、できるできる、私はできる、私は最高、今すぐ実行って言って、パッとその行動を変えるんですね。行動を変えちゃう、もうとにかく何でもいいから動くんですよ。そのマイナスに引きずられる時と違うように、こうパッと違うことをさっとねするんです。例えばもう嫌だとかいろいろありますよね。もう考えない、できるできる、私はできる、私は最高、今すぐ実行って言って、さっともうね寝るんです。私の場合は寝る、もうさっと寝ます、もう考えない。そして一晩明けたら結構ねリセットできるんですよ。そんなもんです。あなたもやってみてくださいね。あー、こんなん食べちゃったって思ったとしても、あー、体重が1キロ減めちゃったと思ったとしても、大丈夫、私はできる、私は最高、今すぐ実行できると思ったら、食べ過ぎてしまった翌日はプチ断食をして一食お休みしてあげるとか、その思った時にすぐやっぱり行動してあげると、思いでついていくんですよ。考えるのが先じゃないんです、行動が先です。これが脳を、まあ、騙すと言いますか、味方につけるコツです。そのようになってますから。ですからあなたもくよくよ考える必要がないんですよ。そう思い始めたらさっと行動を変えてみてくださいね。私の場合はとっとと寝てしまう、そしてすぐリセットするということでした。さあ、いかがだったでしょうか。私が10キロ痩せた、私がですねやめた10のことをお伝えしました。これは全部何につながっているかと言いますと、腸内環境を良くするコツです。あなたもこれ全部ねできなくていいんですよ。私だってできない時あります。ただできなかったらさっと切り替えることが大事、後回しにしないということですね。あっと思ったら即行動です。そして今日はじゃあ例えば1番と8番だけやってみようかなとか、このリストをですねぜひあなたもチェックしていただいて、じゃあ今日は4と、まあ、10だけやってみようとか、じゃあ今日はこのうちのじゃあ3つやってみよう、4つやってみようって、こうどん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 コツ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 増やしてみてください。あなたならできます。私もできてますから。で、できない時もある。でもできなかった時の対処法もあるわけですから、結果全部できます。さあ、いかがだったでしょうか。このチャンネルではこのようにさまざまな腸活法、健康法、ダイエット法をお伝えしております。そのことであなたがもうとにかく健康的で綺麗に痩せてリバウンドしない、そういった状態を作るためにいろいろ発信しております。ぜひチャンネル登録や高評価ボタン、チャンネル登録や高評価ボタンをしていただいて、どんどんご参加ください。私もとっても励みになっておりますし、嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。